さて明日からお盆休みという方も多いと思いますが、県の対策専門委員会では次のようなことを呼びかけています。まずはマスクの着用。会食するときや人混みでは屋内屋外にかかわらず不織布製のマスクをしましょう。次に会食。マスクを外しているときは喋らない黙食を心がけましょう。また。 会食に参加するときは3日前からのお互いの健康状態を確認しましょうそして自宅療養への備えです先ほどもお伝えした通り1週間分の食料や薬を買い置きしておくようにしましょうお盆期間中症状が出た場合にはまずはかかりつけ医に電話で相談をもし休みなどの場合には受診相談センターに連絡してください